誰の言葉なのかもわからないのに自分のことじゃないかって思って傷つく。そんなことを私たちは繰り返す。ずっと自分のツイッターで死にたいって言ってて、クラス全員がそのこと知ってると思う。私ね、朝学校に来て生きてたんだって思うんだ。マジ怖くない？それ。結局は誰もいない。なんでお前は反対してんだ？え、だってそんなん絶対こういう問題起きるじゃないですか。朝倉にあの話したの？すごいね。誰かが止められたかもしれない、誰かが救えたかもしれない。そんなこといつまで繰り返すのだろう。